ユニコーンの温玉。au by KDDI がお送りします。オンタマパーソナルクエスチョン。まずはユニコーンの再結成おめでとうございます。ありがとうございます。奥田さん、はいはい、解散16年後の再結成、そのきっかけは？きっかけはまあ安倍さんがなんかレコーディングしてみないかってことで、はい、あとは手嶋さんの嫁を探そうじゃないかってことです。ご覧のように第2ボタンを外してます。安倍さん、今一番欲しいものは？今欲しいものは時間じゃない？時間もまあそうなんですけども、チレジ。もう電波だろ。チレジの電波が欲しい。電波。じゃあ安倍んち俺かけてね。こう。安倍んち。そういうもんなの？もしかしたら。かもしれないな。オンタマ FM エアチェッククリックランキング、 FM ラジオで今最も注目されている曲とは？多分アベンチが俺とパワニスさん見えてないと思うよ。あ、そう。3人組になってるよ。まあ3人いればユニコーンって。じゃあ酔うよ。見えてますから大丈夫ですよ。そうですか。これぐらい仲良さそうですね。ありがとうございます。アナログ仕様、うん、デジタル仕様で。ありがとうございます。ユニコーンの温玉。 au by KDDI がお送りします。温玉パーソナルクエスチョン。まずは奥田さん、最近やってしまった失敗談は何？パニスさんに話しかけると面倒くさいことになるっていうのを忘れてて話しかけてしまったことですかね。え、何？え、何って言う、絶対言うんですよね。なんで？そう、小学生レベルなんですけど。というわけでね、もうその話しかけないようにしてたことを思い出したんです。では川西さん、最近ハマっていることは？聞こえないふりするんだ。え、それ流行ってやってんの？違います。どういう時に聞こえないふりをするんですか？真面目な話をしてる時ってことですかね。ミーティング中とか。そういうことして楽しいですか？オンタマスペシャルランキング、バレンタインデーは終わりましたが、チョコを渡したいアーティストとは？女子の皆さん、思いは伝わりましたか？阿部さん、最近笑った出来事は何？あのポニョの歌が流れたんですよ。それをリミックスしてたんです、 DJ の人が、うんうんうん、ずっとそれで、でポニョ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 ずっと言ってたの。普通に聞いてよ、しつこいなこの曲。実はそうじゃなくてさ。ユニコーンの温玉。au by KDDI がお送りします。オンタマベスト3。16年前と比べて一番変わったと思うメンバーベスト3。まずは第3位。まあだいぶおっさん、当然おっさんになり、僕肌つるせつでしたけどね。あの影のあだ名でつるムーミンっていう。第2位。不良になったんですよ。昔やってた頃はね、タバコも吸わなかったし、酒も飲まなくてね、うん、こうやって集まる前からちょっと噂を聞いてたんですけどね、おグビグビチュッチュッという噂が流れて、こいこいこい、うん、スパ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 、確かに噂が流れてたよ、すごいらしい。オンタマ CD シングルセールスランキング、先週1週間で最も売れた曲とは？失う時まで気づけない。第1位。じゃん、手嶋勇ですね。昔はその頑固者的なキャラで我が道を行く的なねキャラでしたけど、この最近は何ですか、突っ込まれキャラですかね。手嶋さん、はい、変わったという自覚はあるんですか？ありますね。体型的に言うとね、これは劣化してますからね。劣化っていう感じじゃないね。なんか育ってるんだ。育ってね。
ユニコーンの温玉。au by KDDI がお送りします。温玉オピニオン。ユニコーンさんに解散から再結成までの16年間というテーマで制限時間いっぱいまで自己主張していただきます。ではご自由にどうぞ。何やってたんですか、弟子。だんだん裏方の制作屋になってましたね、仕事はね。あとエビがレースクイーンと一緒に出てきたのか。それはね、ちょっと羨ましかったな。レースクイーンフィリップ、レースさんやってたの。そうですね、僕はねバニラをやってジェット機をやってブラックボーダーをやって火事で人を助けた。火事で人を助けて新聞に載りましたからね。ワイドショーも見ました。はい、いや誇らしいんじゃないですか。安倍さん何してたんですか。僕ですか。僕は結構遊びましたよ、いろんなことして。仕事は騎士団のライブとかに出てたりしてたんだよね。出てましたね、それ ね、騎士団の先生だもんね。騎士団の先生、騎士団の先生。オンタマイージー着歌フル検索ランキング、携帯の着信音で最も検索されている曲とは。僕結構釣りしてたよ、釣り。最初は、うん、新聞とか出てたよね。ブラックバス何匹ですよね。そうそうそう、ちょっとちょっと5秒前そうですよ、新聞載りました。すごいね、やるね。ユニコーンの温玉。au by KDDI がお送りします。温玉メール。ユニコーンさんのマネージャーさんからメールが届きました。メンバーへ、今回のツアー衣装は何のコスプレにしましょうか。それでは今から返事を書いてください。絵文字をつけて制限時間内にどうぞ。ちなみに今日の衣装のテーマは何ですか。仲良しテクノ。まあそうね、テクノが入ってるのね。なぜテクノなんですか。やっぱ流行ってるから。パフュームに勝つためか。パフュームに勝ちたいんですか。それは勝ちたいですよ。オンタマ CD アルバムセールスランキング、今最も売れているアルバムとは。警察官、あとは何だろう。ルパンはやったし汗。パイロットかも飛行機。僕らは頑張る飛行汗。汗なんかいこれ。結局やりたいコスプレって何ですか。これからやりたいのをね、そう出さなきゃいけないんですよ。コスプレっていうか、まあ衣装ですね。ターザンは昨日却下だった。ちょっと情けない。露出が多すぎる。